ホテルがコロナ宿泊療養者の食事代の中抜きを認めたとして話題になっています。以前からアパホテル以外でも宿泊療養者の食事が貧相すぎるとして各地で話題になっていました。一応国からは1食1500円が支給されることになっています。私の食事代より高くて草、これで配送料は別ってどういうことだよ。しかしそれでも1500円もあれば結構いい食事が出てくるはずです。アパホテル以外の事例だと、朝食が安い菓子パン2個と、小さいジュースだったり、明らかに300円くらいのしょぼい食事だったりして、もう見るからにおかしいですよね。また、昼食や夕食もせいぜい500円くらいの弁当だったり、とても1500円とは思えないような、食事が出ているケースもあります。一方で、施設によって豪華な弁当が出ているケースもあり、もう中抜きしているのは明らかです。これに対して、大阪府の危機管理室は次のように回答しています。大阪府は1食あたり900円、3食2700円という予算です。大阪府がホテルと契約しその金額の中に食事代が含まれている。国は1食1500円相当を負担しているということですが、大阪府の場合、経済的な問題から兵庫県や京都府とも話をして、この金額としました。昼夜3食ともホテルが業者を選定し契約しています。食事がまずい貧相だという声は宿泊療養者から直接寄せられたこともあります。現物の写真なども確認し、そうした苦情があった際にはホテルに改善を申し入れている。1食1500円が地方へ支給され、余った分は生産するシステムで、一括交付金なので余ったお金を他のコロナ関連予算に回すのは必ずしも違法には当たりません。まず国から出るのが1食1500円ですから、1日4500円です。で、それが全額ホテルに支給されるわけでなく、大阪府に中抜きされて2700円になります。で、ホテル側がその1日2700円からさらに中抜きをしていたという流れですね。配膳費や人件費を考慮しても、写真を見る限り明らかに2700円以下の食事です。中抜き地獄やめろ。特にアパホテルが昼食に出した、カツカレーに苦情が寄せられています。3口くらいでギブアップ、喉が痛くてそれ以上は無理でした。午後ホテルのロビーに降りた時、別の療養者と話す機会があった。カレーはひどいと言うと、あのカレーはアパホテル名物の社長カレーではないか。食べたことがあるが、味が似ていると話題になった。国から地方へ支給されるコロナ宿泊療養者の食事代は1食1500円算定で、使わなかった分は生産する仕組みになっている。しかし大阪府は独自の経済的試算で1食につき900円、1日2700円の食事代とし差額は返却するとしている。昼夜アパホテル、カレーはアパ社長カレーではなく、外部業者が調理したものです。現在はカレーの提供はしておりません。一部の宿泊療養ホテルで外部業者に委託をしておりますが、具体的な金額は差し控えますが、ホテルによっては多少、必要経費を差し引かせていただいている場合もございます。必要経費内容はお弁当の発注業務、届いた弁当の数量内容のチェック、弁当の設置業務などです。現在は大阪府からの指示を受け必要経費はいただいておりません。コロナ療養者にカレー出すのはやべえだろ。SNS を見ていると、明らかに安っぽい食事の写真が大量に投稿されています。また療養中でしんどいのに1階に取りに行かせたりと、ガバガバな対応の施設もあります。また食事の時間が一緒なので、エレベーターが大混雑して密になる、などの問題点も指摘されています。ガバガバじゃねえか、これならもう自宅療養してた方がマシな気がしてきました。コロナ患者へ割り振られた税金を中抜きするなんてひどいですね。さすがにここまで問題になると今後おっぴらに中抜きしづらくなるので、全国で改善が進んでいってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。